この小さな電圧計をご覧になったことはあるでしょうか。これは秋月電子で購入した超小型2000式 LED デジタル電圧計です。この電圧計は測定しようとする電源から電流を得て動作します。測定対象の電源から 18mA の電流をもらって動作します。バッテリーの電圧チェックにちょうど良い電圧計であると記されています。私も以前から使っていますが、とても重宝します。ただちょっとだけ問題があります。それは測定範囲が 3V から 15V までとなっていることです。バッテリーの電圧は測れると言っても、普通めったにバッテリーの電圧を測ることはないですよね。電池の電圧が測定できれば利用価値がぐっと上がります。そこで今回の工作は 0V から電圧が測れるように改造してケースに入れて小型電圧計を製作することです。電池ケースに入っている方がこれから作る電圧計です。元の電圧計を並列にして電池の電圧を測っています。電池2本はどちらも測れますか。電池1本の電圧はご覧のように元の2000式は測定できないんです。この動画で作り方を丁寧に説明していきます。説明書の裏側には 3V から上限を 20V に測定範囲を広げるための改造方法が書いてあります。付属している抵抗を図のように接続して、拡大図に示されているようにチップ抵抗を外して、代わりに付属している抵抗を付け直すように書かれています。改造する前は電源と兼用する赤い線はこの端子にハンダ付けされていました。この線を外して右側にハンダ付けし直して抵抗を接続するように指示されています。この端子がデジタルパネルメーターの信号入力端子で、このプラスが印字されている端子がこのパネルメーターへの電源端子であることがわかります。そこで今回の改造はこの抵抗を取り外して、この端子に電源用の線を接続して3線式に改造して、電池1方を追加して電池の電圧を 5V に昇圧してデジタルパネルメーターの回路に電流を供給して、この2つの端子で測定して 0V から測定できるようになる改造をします。メーターのケースには秋月電子の電池ボックスを利用しました。この中にデジタル電圧計を組み込みます。以前の動画で LED ライトをこのケースに組み込んだことがありました。このケースの余計なものを取り除いて、この辺りにデジタル表示器が顔を出す穴を開けて、こんな感じにデジタル電圧計を取り付けます。裏側から見るとこの辺りに取り付けることになるわけです。単三電池は LED 電圧計を組み込む反対側のこちら側に入れるので、デジタル電圧計の右側にはスペースがあり、 5V に昇圧する電子回路はいつものように銅箔基板を削って製作してこの場所に取り付けます。利用する IC は3本足の PFM ステップアップ DD コンバーターで、 5V 200mA 出力の HT7750A を利用します。電池1本の電圧を 5V に昇圧する回路は、今回はこの切れ端で作った基板を使って組んでいきます。この回路パターンは以前の動画で利用したものです。利用する部品は手持ちのチップ部品を使って回路を作ってみたいと思います。このチップ部品は 4.7 マイクロのコンデンサーです。これは47マイクロヘンリーのチップコイルです。小さな部品でうまくハンダ付けできるか自信はありませんが、これらの部品を使って
今回は回路を作っていきます。ショットキーバリアダイオードはリード線タイプしか残っていないので、これを使うことにします。コンデンサーの容量は IC の規格表に示された値とは違っているので、デジタル電圧計の表示する値がふらつくような場合には、これらのコンデンサーに追加でさらにコンデンサーを接続することにします。これからチップ部品をハンダ付けしていきます。ハンダ付けする前に基板にペーストを塗っておいて、ハンダがよく伸びるようにしておきます。動画のように綿棒につけて塗り付けます。47マイクロヘンリーのコイルをハンダ付けします。裏側を見るとこの部分にハンダが乗りますので、基板の両側にそれぞれの端子がハンダでつながるようにします。フラックスが塗ってあるので粘着性があるので、ぺったりとくっついていますね。ハンダを流すのはこの部分です。それではハンダ付けします。加熱するとフラックスの流動性が増すので、動かないように先の曲がったラジオペンチで重りにします。ハンダごてで側面からハンダを流していきます。今度は反対側をハンダ付けします。ハンダ付けできたようです。こんな感じでチップコンデンサーをハンダ付けします。ハンダ付けの様子は5倍速で見てみましょう。チップ部品のハンダ付けもやってみれば案外簡単でした。カッターで溝を切って作った銅針基板では普通の部品のハンダ付けよりやりやすかった感じがします。次にダイオードは一方の足にハンダを乗せてハンダ付けします。形を整えてもう一方をハンダ付けします。3本足の IC はこんな感じに足を開いて基板にハンダ付けします。はじめに1本の足にハンダを乗せておきます。そしてこの足を基板にハンダ付けします。残りの足は開き具合を調整してうまく基板に乗るように注意してハンダ付けをしていきます。2本足の部品はチップ部品の方がやっぱりハンダ付けはしやすいです。3本足のチップ部品は基板の製作が難しくなるので、足のある部品の方が素人の工作には優しいです。チップ部品で回路が組めるか心配でしたが無事に完成しました。動作確認のため2000式の LED デジタル電圧計を接続してみます。 1.5V に設定した電源装置の黒をグランドに接続します。動くかどうか少しドキドキです。動作しました。 5V より少し低いです。ちょっと表示する値がふらつきます。出力コンデンサーの容量が足りないかもしれません。しかし3線式に変更するとデジタル電圧計にはレギュレータが入っているので変動が吸収されて大丈夫かもしれません。それではこの抵抗を外してこことここを別の赤い電線で接続します。測定端子に赤の線を付け直します。電池を接続して LED 電圧計の回路に供給する電気は昇圧した電圧を加えることにします。電池の電圧を測定してみます。表示されている電圧はふらつくことなく
安定していますね。大成功です。最後にケースの加工です。電池ボックスにこの電圧計を組み込みます。今回の工作では最難関です。 LED の大きさに合わせてミニルーターを使って穴を開けました。少し汚くなったんですが、アクリル板を貼り付けてごまかします。アクリル板は両面テープで貼り付けます。 LED 電圧計も LED の周りを電池ボックスの隙間を埋めるようにスポンジタイプの両面テープでくるんで押し込んで固定しました。なんとかケースの中に収まりました。電池ボックスのプラスの電極にフラックスを塗って赤い線をハンダ付けします。この線を小圧回路のプラスの入力端子にハンダ付け、電池ボックスの黒い線を小圧回路のグランドにハンダ付けします。小圧回路の出力を LED デジタル電圧計の電源にハンダ付け、電圧測定入力端子に赤、グランドに黒の線をハンダ付けして電池ボックスの外に引き出します。これで電池ボックスのスイッチをオンにすると動作します。引き出したビニール線にミノムシクリップを取り付けて小型デジタル電圧計は完成です。完成した電圧計の精度をデジタルテスターで確認すると少し誤差があり、半固定抵抗を調整して修正しました。 0V から測定できるようになったので電池の電圧を問題なく測定できるようになりました。利用価値はぐっと上がりました。とても便利です。マンガン電池は劣化すると内部抵抗が大きくなるようで電圧だけでは判断しづらいのですが、アルカリ電池がまだ使えるかは電圧を測定すると大体わかるような気がします。作った小型電圧計で簡単な実験をしました。2つの10ファラットのコンデンサーの電圧を測定しています。それぞれのコンデンサーのマイナスを接続します。この状態で左側のコンデンサーを最大 5.7 アンペアで 2.4 ボルトまで充電します。大電流で充電するとあっという間に 2.4 ボルトまで上昇します。この状態でコンデンサーには24クーロンの電荷が溜まっています。充電が完了したので左右のコンデンサーのプラス端子にミノムシクリップを接続して導核基板をクリップで挟んで接続してみます。両方の電圧が同じになるまで左から右に電荷は移動していきます。溜まっていた電荷の総量は変化しないので左右の電荷は12クーロンずつです。実測でも13クーロンですね。最初に左のコンデンサーに溜まっていたエネルギーは 28.8 ジュールでしたが、並列にすると電圧が約2分の1の 1.31V になったので、それぞれ 8.6 ジュールになって、合計すると 17.2 ジュールで約半分になっています。電荷の量は変わっていないのに、なぜエネルギーが半分になるのか、どう考えればよいのでしょうか。公式を使って考えても、なかなかピンときません。実は半分に減ったエネルギーはこの導白板でジュール熱になって消費されたんです。大電流が流れ瞬間的に消費されています。そこで電流を減らしてゆっくり消費させればこの事実を理解しやすくなります。そこで動画のように導白板の代わりにモーターを入れて同じ実験をしてみます。実験の結果両方のコンデンサーの電圧がどうなるか見てみましょう。導白板の場合、目に見えませんでしたが、モーターが回っている様子をエネルギーが消費されているなと感じます。ですから、最終的にはより多くのエネルギーが消費されているように感じますか。実験の結果はほとんど導白板と変わっていませんね。ところで、このモーターで発電機を回して電気をコンデンサーに充電したら並列につないで失われるエネルギーはなくなるんじゃないでしょうか。